あ、イズライブ見てた。始まりました。始まりました。はい。あ、しまった。20秒前です。こっちか。待ってるかな？左右やっぱり反転しててわからない、自分の位置が。10秒前です。みんなじゃないからわかんないだけで。みんないるかな。見えてる？コメントちょうだいね。5、4、3、2、1。オフィシャルトップ。はい、こんにちは。あうちゃん、こんばんは。はい、スタート。今日は、全員ではありませんけど、スタッフに皆さん協力していただいて、皆さんの、スタッフの紹介も兼ねながら、スタッフ紹介お絵描き大会です。クイズ形式ですね。画伯は誰だ？まあ、決定しても何があるっていうことはないんですが、今日はその辺にチャレンジしていきたいと思います。はい、コメント一件。見えてるミッチですね。ミッチー。ミッチー。はい。あと誰が言ってるかな？あ、何人か見てくれてますね。はい。怪我ない？怪我ない。怪我ないね。怪我ない？どこ？お父さんが、怪我ないって。頭ちょっと、どこへ行けなくて、自分での、うちでやったら大変なことになってます、今。ここちょっと残してるんだけど、残せる技術はうちにはないので。残せる技術頭丸めるときに動画撮ったんで、今度アップしようかと思ってます。はい。じゃあ、今日は、まず、素敵よって書いてある。素敵よ。はい。じゃあ、私、まず、自己紹介。あら、どこだ？よいしょ。私、金子です。今日は、進行に決まって、行くと思います。行かせていただきます。で次、じゃあ、これ、ゆりちゃん、ちょっと、自己紹介してみて。はい、皆さん、こんばんは。ゆりっぺでーす。今日は何回答者でーす。よろしくお願いします。はい、じゃあ、あさちゃん。あ、こんばんは、あさこでーす。私も回答者です。絵とかめっちゃ描いてないんですけど、まあ、頑張ります、はい。よろしくお願いします。はい。あ、こんばんは、ふみでーす。私も今日は回答者で頑張って描きまーす。はーい、よろしくお願いします。はい、というふうに4人。金ちゃんの頭、猫がすごい気にしてるっていうのがある。猫にも人気なんですね。何に似てるんでしょうか。はい、じゃあ今日は、じゃあまず、約30秒で書き上げてください。もう一筆書きみたいな感じですね。はい、第1問。その間に、みんなが書いてる間に、皆さんからご質問やらなんかコメントいただいたりすると。嬉しかったりします。はい、じゃあ1問目。あ、後ろに見えちゃってる、私のところ。まあ、小手調べ。はい。南半島イルカでいきましょう。お題。南半島シュガー、何？どういうこと？はい、じゃあ行きます。はい、皆さんなんかコメントとかあったら、あ、誰か。こんばんは、のりちゃん。はい。今、一問目、お題、イルカ、南半島イルカです。あ、やばい、これやばい。ちょっと意外とわかんないよ。どうしよう。ちょ、シルエットしか書いてないんだ。あと15秒ね。あ、これ、あ、これはやばい。ダメ、私、上手すぎちゃう。これ、ただの、なんか、どうしよう。はい、終了です。はい、皆さん、そのまま。何も書いてない感出てる。フリップ上げてください。何も書いてない感出てる。見えてるかな？意外と大丈夫なのね。はい。なんか私、かわいいかみたいになっちゃいます。これが、誰？あさこです。あさちゃんのいればこんな感じでーす。かわいい。はい。あ、ふみちゃん。お題。
これもイルカですね。はい、はい、あ、ゆかちゃんも参加してましたね。ちゃんと穴が、穴も描きました。これゆりちゃん、あれゆりちゃん、これ今全員、あ、すごい色塗ってる、色塗ってあるね。はい、でふみちゃんが、はい、色塗ってない、色塗ってない、あ、まさちゃんが意外と私っぽいやつなのかな。え、はい、いいね。私、はい、あ、イシーさん、はい、イシー、こんばんは。みんなホワイトだそうです。一応合格点。ありがとうございます。はい。みんなトップはどれでしたか、今。もしコメント入れられたら入れてください。あ、もしこれ番号変えた方がいいのかしら、なんか。ふみ、私ナンバーみたいな。ゆりっぺ、どれがいいでしょうかね。一応みんなホワイト出てますね。おはようございます。のりちゃんが、ゆりちゃんのみくらが、まあ、みくら島のしゃくれっぽいかなって。ゆりちゃん、もう一回見せて。あ、若干のしゃく、もうまっすぐぐらい。はい。で、まあ、ここでは、よいしょ。当たり前のように、ステアスクリーン。え、これだ。これが正解ですね。おお、あ、意外とふみちゃんのが近いですか。そして見て、一番なんかね、リアルふみちゃんのが。でもゆりちゃんの出してみて。私漫画っぽい。そっか。ゆりちゃんのがちょっと少しが短いんだね。私頭でっかち。うん。いや、ここはゆりちゃんかふみちゃんだな。これでも、ちゃんとふみちゃんの朝。はい。じゃあ、これで、ストップスクリーン。はい。じゃあ、ゆみちゃんの、あの、ふみちゃんの雰囲気、こう、ちゃんとある。ね、のりちゃんの、のりちゃん、どこにくれた？お題。出てたかな？じゃあ、のりちゃん、ぶっつけで1個出してもらっていいですよ。金子さんは書かないんですか？え、あれ？あ、そうだ。ぶっつけたらやりましょうよ。そうだ、お題に出す方がね、違えば。そうだ、そうだ。じゃあ、ちょっと待ってね。次行っておきましょうかね。のりちゃん、後でもう一回見させてもらいます。じゃあ、次は、じゃあ、ここも難しいよ。正統派でいきますよ。はい。はい。なんだっけ。よいしょ。ザトウクジラ。はい、行きます。よー、スタート。30秒で。ちょっと待った。ザトウクジラ。ザトウ。どんな頭してましたっけ。ザトウですよ。ザトウクジラですからね。わかんない。中の尾びの膨らみから後ろにかけてが、ザトウ、昔で言うと、琵琶を持った坊主の人が弾き語りをする人ですね。ザトウイチのザトウ。そこに、っていうので、ザトウクジラ。ハンプバックホエールですよね。はい、ハンプバックはあんまり訳しづらいので、そのままにしておきますね。尻尾は、はい、終了。はい、すみません。はい、どうしよう。書ききれない。やばい。そう、座頭市なんで、はい、私みたいなもんですね。ちょっとやばい。じゃあ、せーの、ドン。ドン。あ、やっぱりそこにさ、そういうのが必要だよね。なんか違う動物が、違う動物がいない。いや、一番見てるじゃん。これ。
でも可愛い。そしてこれふみちゃんは。あ、ふみちゃん。ふみちゃん結構雑魚。あ、これね。入らなくなっちゃったんですよ、これ。入ったらね、入らなくなっちゃったのね。入らなくなっちゃったので。尻尾だけワープさせました。尻尾がワープして。気分？気分？すごいかっこいいアングル。なんかブリーチングなんかブリーチングしそう。ね、この記憶が一番大きくないですか？クジラのなんか記憶。なんだろうよ。あれ、共有行かなかったかな？よいしょ。あ、これだ。よいしょ。これ、正解。どうやって見せればいいの？これです、正解は。ああ、そうそう、この口、そうそう、このくちばしです、くちばしじゃないや。これがなんか出てこなかったんですよね。そう。ああ。変化したら、それっぽくなった。ジゴンやんって。でも、形は完璧ですね、ゆりちゃん。そのアングルっていうか、この。確かに。完璧。これ見てたんじゃないかっていうぐらい。そうだよね、この角度は。でも認識 し間違えてるよね、ここのところ。これ、すごいね。まあ、これは言わずと知れて、ゆりちゃんが最下位ね。でも、これを、この絵を描くっていうお題だったら、かなり高得点でしたね。あさちゃんと、ふんぴょん、もう一回見せて、どっちが1位でしょうかね。尻尾ワープしてる。パッと見はね、朝ちゃんなんだけど、鼻の長さが。でも、口のところの微妙さと目の位置がね、ふみちゃんなんだな。ね。ふみちゃんと朝ちゃんに、ゆりちゃんのジュゴンは採用外。ジュゴンだった。あれ、誰か一人いなくてない？朝ちゃんがいなくなっちゃう。はい。あ、そう、のりちゃんから来てます。お題、大水鳥、イルカに追われている飛びを。そう、俺、これや、そう、それ読んでた。のりちゃん、ありがとうね。アザラシとオットセイ、並べていってください。アザラシ、ね、アザラシと、オットセイには違いがあります。簡単に並べてください。はい、ちょっと1分差し上げます。1分。アザラシとオットセイですね。はい、スタート。アザラシとオットセイ？アザラシと。ゆりちゃん、アザラシ持ってるし。そう、ゆりちゃん持ってるし。でも、アザラシとオットセイは解けない。アザラシは書けるけど。え、オットセイってどんなだっけ？それがアザラシ。オットセイのことはアシカだよね、きっとね。うん。多分。たぶん。たぶん。きっと。待って。口がない。なんか似てるけど、こうだけど。見どこ。あ、どうしよう。あきらで。こいつらの違いわかるかな。これね、意外と本当は明確な違いがあるんだけど、なんかゆるーく。素通りしてますよね、我々普段。あれ、お、足？アシカとオットセイがほぼ一緒の動物。アシカ？あれ、ちょっと待って。アシカ。で、ほら、言葉もこれわかんなくなるでしょ。間違った。アシカじゃない、これ。アザラシが書けない。アシカ、ちょっと待って。あ、アキラからヒントが出てます。また。え、じゃあ、同じ絵を描いてもいいってこと？うん、いや、違う。違いがあるから問題になってるはずなんだけど。あ、いけない、これはどうか。逆転になってしまった。口がない。ちょっと待って。もう約2分になるところですね。大丈夫かな？あ、鹿が。大変、アシカにちょっと謝らないといけないぐらい大変なものが出来上がりました。だってさ、これが長いんじゃない？はい、ストップ。はい。はい、じゃあみんな出してください。これはね、やばい。どうしよう、わかんない。
ね、待って、これなんだっけこれ。すごいの出てきました。今書いてるのって何？え、ゆりちゃん3つ書いてるし。待って、アザラシがこれで。あ、泳いでるとこ。オットセイがこれ。あ、違う。足、あ、何を書くんだっけ。はい、待ってね。よいしょ。じゃあ、これ誰？ふみです。はい、ふみちゃんは割と分かってますね。分かってます？うん、だいぶ分かってる感じで。ここがだいぶ危ない感じなんですけど。そこのところがね、結構危険な感じね。そうですね。はい、ちょっとあさちゃん行きましょう。ここは頑張った。あさちゃんは。もうね、アザラシってどんなだったか分かんなくて。うん、シュッとしてるよねと思って。全体的にシルエットが食べっ子動物ですね、これね。なんかオットセイがめちゃめちゃオットセイ。こっちを先に書いたんですよ。オットセイを。オットセイを先に書いたら、アザラシってどんなだっけって思って。うんうん、で、アキラのヒントで、手かしかわかんないけど、足をなくしてみた。じゃあ、あれゆりちゃんがいな。で、ゆりちゃんがもう一回。何を書けばよかったんだかがなくなっちゃう。全部一緒だけど、牙があるかないか。牙か。はい。今、アシカは耳がついてる。あれ、他のスタッフも自宅でお絵描きだそうです。後でちょうだいね。はい。後で展覧会を開きます。アサちゃんが素敵っていうのが、ちょっとバカにしているのか、本気で褒めているのかがよくわかりません。あげられないけど、ゆりちゃん。はい。はい。新しいね、一つ正解は、じゃあちょっと待ってね。シェアスクリーンで。はい。あ、これどこだっけ。どこに一番の。これですね。シェアスクリーン。よいしょ。よいしょ。よいしょ。どういう。こんな感じ。わかりますか？みんな絵出しておいてね。はい、アシカ。一つはアシカはこう首が立ち上がってるやつです。アザラシは寝転がって首が短いやつね。うんうん、で、前足がちゃんと、ヒレみたいになってるのと、ワンコの手みたいになってるのがアザラシ。アシカはちゃんとヒレになって、立ち上がれるようになってる。で、最後の後ろ足が、アシカは、さっき、そうですね、アキラ君から出てきたやつ、ちゃんとこう、立ち上がれるようっていうか、ちゃんとこう、陸上移動できるように曲がってるの、前に。だけど、前に曲がってるのは、後ろに向いてるの。だから、動きとしては、陸上はアシカの方が、すごく素早くて、うんうん、水中はね、アザラシの方が早いんですって。へえ。で、今、アキラ君から出てますけども、こうなるほど勉強になりますわ、のりちゃんね。牙が長いのはセイウチって、ゆりちゃん、セイウチとアザラシのセイウチね。アキラ先生、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どれが良かったですかね、皆さんね。多分ね、ふみちゃんがトップで、今のは。いやー。首の長さとかの、その部分のニュアンスが違いますね。あと、尻尾突き出てるとかね。あと、もう一個、うん、耳だ。耳があるのが、アシカ。あ、耳ついてる。アザラシたちは、耳たぶ、耳の、こう、出っ張りはなくて、穴に。穴なんですね、うん。そこの違いが明確に出てますね。はーい。22だな。はい。で残念ながら、ゆかちゃんとかみおちゃんのはもらえないので、それは後で発表します。はい。はい。いいですね。じゃあ次、ふみちゃんに1票。やっぱりふみちゃん強いですね、この辺ね。イエス。ありがとうございます。全部、やっぱりアシカ好きだけあって、全部アシカの変形なのがゆりちゃんですね。はい、アザラシですよ。アザラシ。アザラシ。アザラシ。で、意外と、アサちゃんのが食べっ子動物みたいな感じで。食べっ子動物懐かしい。
私ちょっとひよこサブレを思い出しちゃった。そうそうそう。その手の感じだよね。うん、美味しそうな絵になる。皆さんお題あったら言ってくださいね。じゃあ次はお題は、ね、じゃあどうしようかな。難しいとこ行っておこうな。はい。じゃん。お題出てまーす。モノフィンを履いたフリータイガーはコンスタントです。モノフィンを履いた竹潜りのフリーダイバー、ロープ先行です。はい、行きますよ。スタート。これ、心が必要ですね。食べっ子動物。そうそう、食べっ子。食べっ子の島を見つけたよっていうやつ。知らないっけ。食べっ子に海苔味ってあるの？海苔味ってなんだ？食べっ子動物ってビスケットでしたっけ？そうだよね。え、マー君が言ってんのは、おっとっとのことかな？そうそう。いや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 。モノフィンを履いたフリーダイバー。あ、これ、私結構ちょっといいですよ。言ってますよ。私、これ、何あの講習用に書いた絵をそのまま書いちゃったから情報がなかったいい真面目なのいや真面目でいいですけど食べっ子動物的ではないのいやいやいやはい終了ですイエーイ、ねはい、じゃあみんな出してみてください。あ、間違った、こう？みんなすごい。すごいえ、ちょっといい感じ、いい感じ。ちょっと、あさちゃんとゆりちゃん、ほぼ一緒だね。あ、同じことやったんだよ、きっと。すっごいの出たね。子供プレートもあるんで。素晴らしい。でも私の場合ちょっと足とモノフィンが一体化して、はい、しかも裸っぽいっていう感じになってる。すごい。溝落ちがちゃんとこうギュッと引っ込んでる。あ、すごい。すごいの来ました。はい。これ、朝ちゃんと、朝ちゃんは、よいしょ。あ、講習の時ってそうやって書くんですね。なるほどね。はい。すごい。下まで書いてる。で、これのゆりちゃんがどこ行ったあれ、ふみちゃんはこれは私ちゃんに、ね、またちょっと絵心がありますね。うん。なんか色っぽい。色っぽいでしょで、ゆりちゃんの、あ、いたいた、ここにいた。ゆりちゃんの、あ、朝じゃん、ゆりちゃんの違いは、ゆりちゃんのはちょっとうねってんだよ。そうそう。朝ちゃんが若干まっすぐ。それで、多分ね、これはもう一目瞭然で、多分、ふみちゃんがトップなんだけど、あの、マスク以外が、マスクじゃない、フード以外が全裸なんだよね。そうそう、ね。これ、あの、じゃあ、シルバーのウェットということで、なんとかなりませんかね。さすが。ふみちゃんトップ、これゆりちゃんのうねり具合が2番手かな。イェーイ。はい、みんないいですね。約2名、棒人形と書いてます。ありがとうございます。でもちょっと微妙な全裸ちゃんですね。うん、そうですね。はい。ふみちゃん上手とある。こよりっていうのがある。こよりこよりこよりの誰こよりの人だろう。こよりっていうのはゆりちゃんとか。ロープがね、ロープがこよ
あさちゃんのやつね。あさちゃんの子結構小寄りっぽいよね。さっきのマー君のやっぱり青のりがちょっとかかってた本物食べっ子動物っていうのがあったそうです。へえーえー、そうなんだね。じゃあ次すごいのいくよ。水中生物とかで攻めてます。水中のものたちね、はい、はい。じゃあ一回、ちょっと離れて、魚ですね。魚、はい、魚でいきましょう。ミノカサ。ミノカサ、難しい。スタート。おない。全然出てこない。なんかこんな。ふみちゃんのモデルはキンちゃんって、俺あんな変態みたいに全裸では泳ぎません。フード以外、海中真男みたいな感じだよね。やばい、これはなんだろう。これ大丈夫か。大丈夫。どうしよう、背びれがどうなってるの。これどうなってるの。どうなってるんだっけ。わあ、なんかすごいファンキーな感じになったんですけど、これいいんですかね。模様がわかんない。もうわかんない。模様？模様？え、ミノカサゴって模様ないですっけ？いや、模様あるけどさ。みんな模様とかまでたどり着かないよね。毛を持ってね。指ではあったっけ？え？またゆりちゃん全部自分なんじゃないの？あったはずですよ。いや、無理無理無理。やめていきますね。ごまかしに入ってますよ。ヒントは派手な胸びれ、秋からですね。そうですよね。そうですよね。それはそうですけど。そうなんですよ。それをどうだっけなと思って今見てて。はい、5、4、3、2、1。はい、終了です。これあり？はい、行きましょう。じゃあ皆さん、ドン。ドン。微妙。わかんなくはないけど、待ってね。これ朝ちゃんね。そう、あきら先生いかがでしょう。アキラ先生ですね、この辺はね。やっぱり。はい、これ誰？ミノカサゴ。これ、泳げたい役くんに、ジュディ・ロムみたいな衣装着てる泳げたい役くんでしょう。これ、ブラジルのカーニバルにいますよね、こういう人。これ、絶対大役くんだよね。踊り出そう。すごい。はい。大役くん。で、これが、アサちゃん。ミノカサゴでミノカサゴでなんか違うものにも見える。ウーパールーパー。見たことあると思ったら。ウーパールーパーか。優しい芭蕉カジキみたいになってますよね。はい、それでゆりちゃんのは言ったから、なんで、ふみ、はい、ちゃん。ふみちゃんこれイルカじゃないの？派手な衣装がシャクレじゃないの？そうですね。確かにしゃくれてます。しゃくれてるんだけど、確かにイルカっぽい。イルカしません。誰だこれ。イルカちゃん。はい。はい。でも、ほぼみたいにならないようにって注意がありますね。ゆりちゃんのが近いかな、泳げたやつくんね。ゆりっぺが意外と近いじゃんって。ゆりっぺ、大胆なアレンジを。
してると思うんだけどな。すごい、でも。ねえ。正解は。正解は、うん、これか。よいしょ。正解は、どこ行った？これだ。行ってる？あ、おお。あ、あれ？でも背中もあるんだ。そうだよ。背中描いたよ。背中描いたよ。あ、確かに背中描きました。背中描いたよ。合ってるよね。背中は全然。ゆりちゃんは大役くんなんだよね。私の中ではゆりちゃんのより朝ちゃんのとふみちゃんの方が合ってる感じがする。うん。でも私目の位置が全然違いましたね。そうなんだよね。顔の形が違いますね。しゃくれてたのは合ってたんだけどな。いや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 。はい。たい焼きにパリパリがついてるやつってあの挟み込んだ後の周りのこと言ってるね、ゆりちゃん。ね、いやいやいや、意外と朝ちゃんが食べっ子動物的な感じの顔とかになっていて、割とあのふみちゃんがあの写実的なのね。写実的ね。そう。でゆりちゃんが意外と得意不得意がはっきりしてて、雑な作戦に出たたい焼きくんね。すごいよね。でもそれ背びれがあったら完璧でしたね、ゆりちゃんの。ね、うん、なんかみんなご存知のようにね、あの美濃加紗子は、フリーダイビングのトレーニングに行ってくと、あの大体フロートを落としてフロートから重りを落としておくと、うん、重りのところで浮遊してんだよね。うんうん、そうです。うわーって推定まで近づいてくる感じ。そう。うん。だから見覚えがね、絶対ふみちゃんのこれいるか。はい、イルカ見すぎて全部イルカに寄せてってるんですよね。はい、じゃあ次あと1問2問ね。はい、じゃあ皆さん次、また異形の生物になりますが、まあ今のが一番難しかった。じゃあ次、水中生物ということで、よいしょ、どこだ、いっぱい用意しておいたのにな。なくなってた。はい。カバ。おお。カバ。全身書くんですね。全身書くんですね。1分です。よーい、スタート。こんなんで、こんなんで、こんなんで、カバは意外と凶暴なんですよね、生態としては。時速40キロで走れるそうです。こよ。それで水中はね、時速60キロだって。でも水中は、泳ぐんじゃなくて水中を歩いてるんですって、あの人たちは。んで、あれだよね。縄張り意識が強いので、すぐ周りを攻撃するんですよね。で、あと、尻尾振りま、あの、プロペラみたいに回しながら、糞を飛び散らせるんだよね。うん、そう、いきなり。覚えてない、これ。どうしよう。まあ、イルカ、クジラも哺乳類なんで、許しておいてください。で、カバは鼻を閉じることができるんだよね。鼻の穴を。そうそう。はい。終了。はい、じゃあ皆さん出してください。あー。出た。食べっ子動物。これカバーめっちゃ好きなのに、なんか違う生き物になりました。すごい。アサちゃんが食べっ子動物でしょ。で、ユリちゃんがカールおじさんみたいになってるよね。で、
ふみちゃんのそれブルドッグでしょ。そうなっちゃいました。カバじゃないよね。しかも足が後ろ向いてるんですけど、後ろ足逆向き骨折してます。千尋ちゃんが昔アフリカ人にマジで怖いと必死に説明されました、うん、でも現実では普通出会わない、うん、これね、やっぱりすごいね、出会いたくない動物らしいです、現地では、うん、でこれね、この画像を見るとトップやっぱり朝ちゃんじゃない。朝ちゃんが一番わかるんですよね、で2番と3番ゆりちゃんもふみちゃんも犬っぽいよね。うん、そう思います。特に遊ぼうっていう仕草で、尻尾振ってるブルドッグにしかふみちゃんのは見えない。おかしいな、映像は完璧なんですけどね。朝ちゃんのが圧勝だなっていう。ゆりちゃんのはカールおじさんが四つん這いになってるところにしか見えないですね。ゆりちゃんのキャラっぽくて可愛い。やっぱり朝ちゃんらしいです、とっては。朝ちゃん上手。カバー？なんか襲ってきそうにないですね、このカバー。確かに。ちょっとこれでも、カピバラっぽいなって自分で思ったんだけど。確かに、カピバラっぽい。カピバラっぽい。私顔が四角、ちょっと四角っぽいっていうとこしか合ってないもんな。ね、でこれ、今にね、ゲストさん、皆さん、お客さんを交えてやっていきたいなと。はい、ズーム飲み会で。ズーム飲み会とかでね。うん、はい、じゃあ、もう40分ぐらいやってますね。すいません。1位、朝ちゃん。ん？誰だ？あと1位、朝ちゃん。珍しくない。珍しくないし、珍しくないです。じゃあね、これが本当の実力です。これでもなんか味はあるんだよね。はい。じゃあ、ラスト問題いきます。スタティックをしているスヌーピー。スタティックをしているスヌーピー。はい。スタティックをしている何？スヌーピー。スヌーピー。いきますよ。スタート。え、私今スヌーピー来てるんですよね。あ、来てるの。ね、すごい難しい。難しい。スヌーピーってどうだっけ。なんか多分ここら辺がこうなってて、あれ。そう、スヌーピー好きなんです。やっぱでっかすぎた。はい、10秒前。あれ、意外とうまいじゃん。5、4、3。あ、またアキラからヒント。アキラいいですね。今度アキラ君ヒント出しでいつも参加してもらおうかな、これ。ヒント、白目をかかないこと。白目があるスヌーピーって何だっけ。あ、白目書いてない、書いてない。よしよし、うん、大丈夫、はい、なんかね、はい、ストップです。はい、行きましょう。はい、せーの、ドン。すみません。みんなね、悪くないんだよね。いや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 。はい。じゃあ、朝ちゃん、ノーズクリップはありますが、
やっぱり食べっ子動物なのね。すごい。それで、これは、ふみちゃん。あ、これ、漫画チック。はい、ちゃんとやってますね。うん、はい、うん。目が最後の苦しいところだね。踏ん張ってるところね、はい、もうね。そうですね。はい。で、次が、あら、出てこない。ゆりちゃん。これだ。すごい、重力に忠実、すごい。忠実なのかな、本当にこれ合ってるよ、ね。背中にあったでしょ。間違ってはないと思うんだけど。はい。それで、じゃあ、これ私の。ああ、すごい。上手。わあ。ね、4、5年前に書いて、なんか写真で撮ってやったの。これすごいな。ゆりぺ脱力感良きって書いてあるよ。あと、あきらくんから、ウィーグルの耳の垂れた犬種、実物は3種、うん。白地に黒のみですよね。厳しいね。そうそうそう、はい、じゃあこれ誰が優勝だと思いますか、このスヌーピー対決は。私は抜きで大丈夫です。これなんかどれもなんだよな。よいしょ。隠れて。ゆりちゃんの出す。銀ちゃん上手。これはみんなうまいんじゃない？これ同列っていう感じかな、じゃあ。同列。ゆりちゃんのスタティックっぽさ出てますけどね。うん、脱力感が。ねえ。はい。そうそうそう、脱力感。あ、ゆりちゃん、弾いちゃった。これね。まあ、それは同点なんだな。まあ、一回戻して、よいしょ。みんな優勝ってなった。あ、のりちゃんからみんな優勝という、いいコメントがね。はい。で、今日はこんな感じで、ちょっと皆さんの画伯具合、はい。多分、写実的なところで、優勝はふみちゃんですね。いやありがとうございます。でも、なんかみんなもう、いい歳なんで、絵のタッチが決まってるんですね。全員。そうですね。だから、ゆりちゃんが一番漫画っぽくて、まさちゃんが食べっ子動物っぽくて、例えると、ふみちゃんは劇画っぽいのね。躍動重視です。そうそうそう。まあ、そういう結論が出ましたので、これ後で、みおちゃんとか。はい。あ、すごい。銀ちゃん、ダントツだな。うん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 。はい。え、苦手じゃないんです。得意でもないけど。あと、それぞれ味があってよ。はい。ゆかちゃんとか、みおちゃんとか。ね、今参加できない人たちも集めて、展覧会をどっかで掲示しましょう。はい。見られるようにアルバムを作ってくれるかな。はい。はい、じゃあまたこれ、こんな感じでやっていきたいと思いますけども、まあ自己紹介も含めて、ここでもう一回自分の絵をなんか一個出しながら、ちょっとなんか一言ずつお願いします。じゃあゆりちゃんからいこうかな。自分の絵を出しながら。ゆりっぺでーす。何？ほんまげ打ってんの？何を言えばいいんですか？なんか紹介的な、あんまり知らない人向け。知らない人向け、あ、フリーダイビングとスキンダイビングのインストラクターをしてます。よろしくお願いします。ゆりっぺです。日本記録ダイナミックとスタティックで持ってます。よろしくお願いします。はい。じゃあ次は、よいしょ。あさちゃん。何かって今日書いた何かでいいんですか？そうですよ。他のものでもいいし。いや、ないです。じゃあ、さっきのスヌーピーした。
スキンダイビングインストラクターです。今一応フリーダイビングのインストラクターの勉強してるんですが、いろんなものが止まっている状態です。一応フリーダイビングの方は、あの大会に、あんま選手はやってないんですけど、セーフティーで参加したり、一応ジャッジも持っているので、最近8条でしかジャッジしてないんですけど、8条にジャッジで現れたりしております。皆様よろしくお願いします。はい。スキンも、これから、フリーダイビングからフリーの感じですね。ゆりちゃんはフリーとスキンですね。はい、じゃあ、はい、ゆりちゃん。で、これちょっと後ろに。これちょっとなんか変態。にわかさんが。出てる。すごい変態っぽい。こうがいいかな。にわかさんに食べられそうになってるフリーダイバーってことで、うんうん。はい、海です。スキンダイビングインストラクターを、をやっています。そうだな。競技者としてはこのフリーダイバーも、やっていて、ちょっと3年か4年ぐらいの競技歴があります。スキンダイビングインストラクター、また今年も引き続きプロティパスでやってますので、ぜひクラス始まったらぜひ皆さん来てください。ついでに私こういう生き物とこう泳ぐワイルドライフスイムもやってますので、そこら辺得意なので、皆さん何か質問とかありましたらぜひ質問してください。そうですね。ふみちゃんはいつも金チャンネルでシャチとかセミクジラとか大物、珍しい希少なものとあいつあの話をしてくれてますので、それも注目してください。で、まさちゃんは今フリーダイビングの勉強もしてます。あ、そう、このね、食べっ子動物的ね。はい。もちろんイルカとかも好きだし、クジラのツアーなんかも行ったりとか、よく動物と泳いだりとか。はい。で、さっき言った、あれ、ゆりちゃんが聞いた。ゆりちゃんは下の段に行っちゃうんだよな。はい、いい。で、ゆりちゃんは、こう見えても日本記録保持者。フリーもスキンも、あとドルフィンスイムも全部、やってます。その他にもまたスタッフはおりますので、合わせてまた、次の機会にでも、ご登場願うかもしれません。はい。皆さん今日は、スタッフの、くだらないゲームにお付き合いいただき、誠にありがとうございました。はい。今日は、この後、ね、あみちゃん次予告編はいつですか？次、あさって水曜日にバージョン F やります。はい、やりますんで、ご注意なくください。はい、その次でまたいいんじゃないかな。楽しみに。はい。じゃあ今日はありがとうございました。まあ、素敵なことを書いてあります。のりちゃん、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。また何かあったら皆さんメールでも、Facebook、メッセンジャーでも何でもお問い合わせください。ありがとうございました。あと、自粛期間が延びましたけど、もう少しみんなで踏ん張りましょう。ね、5月いっぱいになりました。その開けたところで、皆さんゆっくりと活動できるようにいろいろ考えていきましょう。はい、では、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。体調になったな。ありがとうございます。海体調頑張ります。ゆりちゃんが。隙間に隙間ここにいる。隙間からすごい上手。はい、失礼します。よいしょ。